ボス、積んだもんなのだ。メタンよ、今日はみんなが痴漢や盗撮の被害に遭わないために気をつけてもらいたいことを話していくね。さすがメタン、さっさと教えるのだ。じゃあ早速話していくわ。積んだもん、痴漢が多い場所ってどこだと思う？電車の中が多いってイメージがあるのだ。そうね、電車の中は特に痴漢に注意なの。怖いのだ。どんなことに気をつけたらいいのだ？朝、学校や会社に行く時間帯はすごく電車が混んでいるわよね。特にドアの近くがすごく混んでいるのだ。混んでいる電車のドアの近くに立つのはすごく危険なの。被害が多いのか？そうなの、ドアの近くで被害に遭うケースが多いの。ドアの近くって駅に着いたらすぐに降りられるから便利なのだ。だからドアの近くに立つ人が多いのだ。そうね、それは犯人にとっても同じなの。すぐ降りて逃げられる場所ってことなの。逃げるなんて許せないのだ。じゃあどこにいればいいのだ？ドアの近くに立たないで座席の前に立つことが大事なの。それは分かったのだ。でもメタン、すごく混雑しててどうしても座席の前まで進めないこともあるのだ。そういう時は持っているカバンで体をブロックするの。カバンでブロックして痴漢できなくさせるってことなのか？そうなの。なるほど。じゃあメタン、混んでいない時だったらドアの近くにいてもいいのか？それは NG ね。後から入ってくる人のためにドアの前に立ち止まらないで座席の前まで進んで、できるだけ奥へ進むことがマナーね。しょうがないのだ、マナーは大事なのだ。それから女性専用車両に乗ることが大事ね。確かに安心して乗ることができるのだ。でも女性専用車両がなかったらどうするのだ？できるだけ空いている車両に乗るの。改札口に近い階段の近くの車両は特に混むから避けるの。ついつい改札口に近い車両に乗りたくなるのだ。そうね、遠回りになるけど安全な場所が第一ね。それから乗る車両を毎日変えるのも良いてね。毎日乗る車両を変えられたら犯人も狙いにくくなるのだ。そうなの。でもメタン、もし痴漢の被害に遭ったらどうしたらいいのだ？勇気を出して拒否することが大事ね。電車の中って人がたくさんいるから勇気がいるのだ。そんな時は愛知ポリスを使うの。愛知ポリスって何なのだ？愛知県警のスマートフォンアプリでとても頼りになるの。防犯ブザーオンや音声で犯人を撃退したり、痴漢されている人に助けがいるかどうか確認する機能があるの。こいつはすごいのだ。なかなかやるのだ。画面をタップすると音声が流れる。流してみせるね。やめてください、やめてください。これなら声が出せなくても大丈夫なのだ。痴漢されてしまった時はこれを使って犯人を撃退して周りの人に助けを求めるのよ。でも勘違いだったらどうしようって思うと勇気が出せるのか？積んだもん、痴漢の犯人は拒否しないと痴漢をやめないの。おかしいなって思ったらためらわずに鳴らすことが大事ね。拒否すればほとんどの犯人が諦めるよ。おかしいなって思ったらすぐ鳴らして拒否するのか。わかったぞ。防犯ブザーの音も鳴らせるのか？そうなの、画面をタップすると防犯ブザー音が鳴るのよ。試すわね。スマートフォンを向けられたり体をくっつけてこられたり怖いと思うことがあったら使えるわよ。防犯ブザーを鳴らせるのか。使い方を覚えたぞ。積んだもん、もし目の前で痴漢されている人を見たらどうする？正義の味方は助けるのだ。でも痴漢じゃなかったらどうしようって思って迷うのだ。そういう時は痴漢されていませんかって画面を見せてあげて助けが必要かどうか確認するの。なるほどなのだ。いきなり声をかけるのはためらうけど画面を見せるのならできるのだ。でもその後はどうすればいいのだ？被害に遭っているかもしれない人がうなずいたり反応があったら痴漢撃退の防犯ブザー音や音声を流して周りの人に知らせてあげるのよ。それから警察に通報したり駅員さんに知らせるの。見て見ぬふりをしないことが大事なのか。そうよ、周りの人が声かけした場合犯人は必ず諦めるのよ。そうなのか。おいメタン、他
他に知っておくことはあるのか。実は混んでいない時でも痴漢は起きているのよ。知らなかったのだ。そうなの、あまり知られていないけど、座席に座っている時でも痴漢に遭うケースがあるの。どういうことだ？座席に座っている時に隣に座ってきた犯人に痴漢されてしまうの。どうやって気をつけたらいいのだ？席が空いているのにわざわざ隣にぴったり座ってくる人がいたら特に注意するのね。すごく怪しいのだ。そういう時は迷わず席を立って違うところに座るのよ。迷わず離れるのだ。それから座席に座っている時に向かいの座席から盗撮されることも多いの。どうしたらいいのだ？膝の上にカバンや上着を置いて盗撮されることを防ぐことが大事ね。それぐらいならできるのだ。女性専用車両に乗ればさらに安心できるのよ。じゃあ今回のポイントをまとめてみたわ。ずんだもん、大事なポイント覚えた？頭の良い俺はしっかり覚えたぞ。ずんだもんにしては頑張ったわね。でも忘れそうになったら動画を繰り返し見て思い出してね。オッケーなのだ。みんなで痴漢と盗撮の被害に遭わないようにするのだ。それではみんなバイバイなのだ。皆さん、それではごきげんよう。